ここはこんな感じかな。マオト？あ、あれ、リン、いつからそこにいたの？今さっきから。マオト、曲作りに集中するのはいいけど、玄関の鍵くらい閉めなきゃダメだよ。そういえば、鍵閉めるの忘れてた。このやりとりも何回目？曲が思い浮かんじゃってつい。もう、次は気をつけてよね。ごめんごめん。それで、今日はどうしたの？可愛い紙袋持ってるね。お、さすが真音、目の付けどころが鋭いね。この袋の中身は何でしょうか？なんだろう。新しいライブグッズのサンプルとか？ぷぷー、はずれ。仕事に関係するものじゃないよ。あとは全然思いつかないや。じゃあ正解ね。この袋の中身はじゃーん、頑張り屋さんの真音のために僕からの差し入れでした。あ、ケーキ。新しいお店見つけたんだね。一緒に食べよう。ありがとう、リン。早速いただきますと言いたいところなんだけど、その前に。その前に部屋を片付けないと、じゃない？またこんなに散らかして、部屋中楽譜とメモの紙だらけ。これじゃ足の踏み場がないよ。そうだね。ちょっと待ってて、今片付けるから。え、あの真音が自分から片付けを始めるなんて。明日は大雪が降るかも。あれ、これどこにしまうんだっけ？それはこっちの引き出しでしょ。これは？それはあっち。もう全くしょうがないな。ほら、僕も一緒に片付けるから。手伝わせちゃってごめんね。いいよ、片付け終わらせてすっきりした気分でケーキ食べたいし。ご褒美が待ってると思うとやる気出るな。頑張ろう、マオト。うん。それにしてもすごい量の楽譜。本当だね。本当だねって、これマオトが書いたんでしょ？うん。でも曲を作ってる時は夢中だから、気づいたら下書きの楽譜とかメモ書きが山積みになってるんだ。マオトって外から見てるとスラスラ曲を作ってるように見えるけど、実は違うんだよね。マオトなりに悩んで考えて、そうやって素敵な曲を生み出してる。みんなを見ているといろんなメロディーが浮かんでくるんだ。それを楽譜に書き残してるだけ。そういえばさ、僕がご飯作って持っていくとき、マオトがピアノ弾いてるとついつい聞き入っちゃうんだよね。え、全然気がつかなかった。声かけてくれればいいのに。まだ完成してない曲を偶然聴けると、なんかラッキーな気分になれるんだよね。リンならいつでも聴けるでしょ。特別な感じがいいの。これからもこっそり聴いてやろうっと。リンは可愛いな。ん？なんか言った？ほらほら、ケーキが待ってるよ。早く片付け終わらせよう。この楽譜はいつもの棚に入れるね。うん、お願い。オッケー。よいしょっと。だいぶ片付いてきたんじゃない？やっと床が見えてきた。うん。お、どうかした？これブレイクボーダーの作曲メモだ。本当だ、こんなところにあったんだ。懐かしいな。この曲は2人でたくさん話し合いながら作ったよね。その時のことはっきり覚えてるよ。俺たちにとって特別な曲。うん。でもリリース前に引退を決めちゃったから、この曲はもうファンのみんなに聴いてもらえないかもって思ってた。配信って形でみんなに届けられることになってよかったよね。そうだね。やっぱりファンのみんなに聴いてもらえることが一番嬉しいから。ファンのみんながいるから僕たちは輝ける。ジャック・ジャック、レジット、プロトスターのみんなにはその気持ちを大切にこれから活躍していってほしいよね。みんなの未来を想像するだけでワクワクしちゃうよ。そうだね、俺も楽しみ。そんなこと言ってるうちに真音の部屋の片付けおしまい。あ、本当だ。
2人で一緒にやると早いね。じゃあ、リンの持ってきてくれたケーキ、一緒に食べよう。うん。リン、いつもいっぱいケーキ買ってくるよね。これでも全然足りないよ。あ、僕このショートケーキもらうね。うん。じゃあ俺はモンブランにしようかな。ひひん、マオトは絶対それを選ぶと思ってたよ。美味しそうでしょ。さすがリン、俺の好みよくわかってるよね。何年一緒にいると思ってるのさ。ではいただきます。おっきなイチゴ。おーん、おいしい。リンって好きなものはいつも一番最初に食べるよね。バレてた？何年一緒にいると思ってるの。真似したな。いただきます。あ、このモンブランおいしい。それね、イタリアの特別な栗を使ってるんだって。あとあと、こっちのチョコレートケーキ、これもガーナ産の厳選カカオをふんだんに使ってて、コクのある味わいと香りが人気らしいよ。へえ、美味しそうだね。2つ目はどれにしようかな。マオトはどれがいい？俺は一つで大丈夫。どうしよう、迷っちゃうな。